降りれないのかな。ゆっくり降りといて、ゆっくり、大丈夫よ。じゃあ今日は早く。おはようございます。山口県のキャンプ場で朝を迎えております。昨日の夜は本当に寒かったです。あーチョキー、寒かったな。チョキは朝から元気ですね。寒かったな昨日な。気温の方が 1.8 度ってなってますね。どうりで寒いと思ったら、外はもっと寒いですね。おそらくこの黒のね、袋が表面ちょっとね凍ってますね。この黒の椅子も白くなっちゃってますね。夜中氷点下まで行ったんじゃないですか。これ寒いですね。なあチョキ、寒いよ。まだ中入るか。大丈夫よ。チョキは朝から元気ですね。うわ、元気元気。なあチョキ、ちょびなあチョキ、ちょびちょびな、かみかみ。右手がね寒いとね、でもやはりね中指だけがね曲がらないですね。まだね痛いですね。昨日の夜なんか寒すぎてね、何もしてなくてもね痛みが出てきました。早く病院行かないとまずいですね。なあチョキ、チョキはどうしてカミカミするのかな。うん、チョキはねたまにこうやって甘噛みしてくるんですよね。ゴロゴロ言ってますけどもね。なあチョキ、どうして噛むの。噛みたいの。うん、じゃあ危いなあチョキ。お外、チョキの体で温めます。じゃあ一体噛んでますね。どうして噛むんですかチョキは。チョキくんまたお眠ですか。いや、眠そうな顔になってますね。こんな寒さで外で寝たら死んじゃうな。ここのキャンプ場はね、前回来た時に野良猫がいたんですけども、昨日から全然姿を見せませんね。一度もひょっとしたら寒さに耐えられなくて場所を移動したのか。まあ移動したところでね、どこも暖かい場所なんてないんですけども、冬を越せなかった。まあ冬にまだ入ったばっかりですけどもね、どこ行っちゃったんでしょうか。実はね、チョキと僕の出会いもね、この寒さがきっかけっていうのがあるんですよね。寒い時期に僕はあの鹿児島のキャンプ場に行ってなかったら、チョキを連れて帰るっていう決断をしてなかったんですよね。最初ね、こんな感じで車の中に入って、ぬくぬくとしてて、寝る時に外に出したんですよね。まだ知り合って初日の頃。一緒に車の中で寝るなんてこと考えてもなかったんで。で外に出して僕がね、ドアを閉めて寝たらチョキがもう、屋根の上に飛び乗ってね、ソーラーパネルの上、そしてねこの車のねこの横のガラスにね下からバーンと飛び乗ってね、隙間から入ろうとしたりしてね、へばりついたんですよ。もう外は寒くてね、屋根の上からこの隙間ちょっと開けて寝てたところからね、手を入れて入ろう入ろうとしてね。なあチョキあん時大変やったな。でもチョキはね、外は寒い、僕も中に入れてってね、ずっと僕に訴えかけてきたんですよね。僕はこうやってね、ここで寝てたら、ちょうどこの辺りでね、みや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 泣いてね、天井によじ登っては中に入ろうと試みて、もずっとそれをね、延々とやってて、心が痛んだんですよね、僕は。一人で中でぬくぬく眠って、ドアを閉めてチョキを外に出した時にね、それが一つのね、要因ですね、きっかけ。チョキを一緒に連れて帰ろうって思った。
今ねお湯を沸かそうと思ったんですけども、ガスがね残ってるんですけどもね、最初勢いよく火がついたけど寒さのせいでね、ちゃんと炎がね上がらないんですよね。あったかいコーヒーも飲めないです。今あのお股で温めてます、ガス管を。あー、それぐらい寒いですね。あーチョキ、さあどうだ。あ、ちょっと温めたら勢いよく火がつきましたね。いや、 やっぱあの寒さに対応してるガス管もありますけど、普通のやつじゃねなかなかダメです。温めたら勢いよく火が上がりましたね。びっくりしましたけども、今さあ現在地がねこちら青丸の地点、山口県のね新部ヶ原公園キャンプ場というところなんですけども、ここからね南西の方角のお風呂の方にね今から向かいたいと思います。まずはねちょっとその後どうするか考えてないんですけどね、とりあえずねお風呂に行きます。さあ今日もねここの金剛水水汲んでいきます。これが非常にありがたいですね。さあ到着しました、温泉。ここはね宿泊施設、ご宿泊って書いてますね。前回来た時非常に人が多かったんですけど、あ、今日は微妙でしょうかね。外はやっぱ寒いですね。さっぱりしました。あら、野良猫がそこいますね。チョキかと思ったけど、チョキは中にいるんでね。大きい猫、チョキと同じ柄ですね。ぷくぷくに太った野良猫がいましたね。チョキと喧嘩になるから話してなくてよかったな。チョキお待たせ。外野良猫おるわ、チョキ。行かん方がいいわ。さあ、キャンプ場の方にね、戻りたいと思います。今日はね、昨日のキャンプ場に連泊します。土曜日なんでね、もうどこに行っても多いんでね。今日はちょっと右手の調子が悪いですね。冷えたからかな。この時間帯でもね、温泉使ってもまだ痛むんですよね。早く大阪に戻って病院に行かないとまずいですね。あれ、今日土曜日ですけど、意外と前回よりは人が少ないですね、キャンプ場。もっと多いかと思いましたけども。さあチョキ、キャンプ場帰ってきたよ。気温が上がらへんね、まだ 3.9 度、ちゃぶちゃぶいなぁ。なあチョキ、チョキ探す。このねエアタグの俺今ねチョキを探してみてるんですけどもね、見当たらないんですよね。チョキが15メートルとかね、それぐらいしかね効かないんですよこれ。チョキどこ行った。ちょっとチョキを探しに行きたいと思います。こっちの下に降りたのは初めてですね。どこ行っちゃったんでしょうかチョキは。
あんまり遠くには行かないはずなんですけどね、来ませんね、来ませんね。チョキチョキ、どこ行った？チョキ、いませんね。そんな遠く行っちゃったんですかね。あ、こんなところがあったんですね。信号が全く反応しませんね。チョキ、どこ行った？チョキ、いませんね。チョキ、どこ？あ、いましたね。接続されましたって出て、そこにいましたね。チョキ、おいで。あ、そこにいますね。水地盤のところにいましたね。やっと反応しました。 9.1m いましたね。 8.5m。 チョキ、移動するよ。ちょっとおいで、チョキ。あ、えらいえらいな。ちょっと移動するよ、チョキ。上行こう、上。ちょっとソーラー発電したいんでね、発電してないから上に行きましょう。ちょっとね、今日右手がね、いつもより調子悪くて痛いなと思って、だんだんひどくなってきてね、よく見たらね、右手の中指のね、腫れてるっていうことに気がつきました。この中指のここですね、ここの幅がね、左手のここと比べると右はね、これ以上曲がらないんですよね。左は全然大丈夫なんですけど、右がやっぱね、どう見ても中指がね、腫れてるんですよね。ここがね、痛いのはここの関節なんですけどね、ちょっともう早急に大阪に帰って病院に行かないとまずい感じになってきました。非常に今日ね、今布団片付けてても、持った瞬間に痛いってなってね、話しそうになるんですよね。だからなんかこの荷物をね、上に移動させてるとき、チョキが下にいたときに痛いってなって離してチョキの上に落としちゃったらね、まずいんでね、これ今後ちょっと気をつけないといけないですね。チョキ、ちょっと大阪帰って病院行くわ。俺やっぱり痛いわ、マジで。今日は全然動かないわ、調子悪いな、冷えたからかな。現在地がね、山口県の周南市、この青丸の地点ですね。ここからね、本日はずっとね、東北東の方角ですね、この A 地点のスーパーマックスバリューに寄ってから、 B 地点のね、滝、白糸の滝をね、行くかどうかちょっとまだ微妙ですけどもね、時間的な兼ね合いでね、その後にね、この柳瀬キャンプ場っていうところにね、広島県でしょうかね、向かいたいと思います。ちょっとね、右手の具合がね、今日ずいぶんひどいんでね、なるべく早急に大阪に帰って病院に行こうかなと考えている次第なんですけれども、よし、チョキ行くぞ。さあ、こちらね、山口県周南市の新部ヶ原公園キャンプ場、ありがとうございました。何泊しましたかね、今回2泊ですね。往復のね、この往路の時もね、ここで確か2泊したと思うんですけどもね、無料のキャンプ場でね、なかなかね、お気に入りの場所なんですけども、いかんせん汗がね、寒い寒い、気温の寒暖差が激しいんですよね、こちらね。皆さん、もしこちらの山口県のね、新部ヶ原、新平ヶ原かなと思ってたら新部ヶ原って読むみたいなんでね、そこのこのキャンプ場に来る際はね、防寒装備ね、寝る時のちゃんと毛布とかね、寝袋ちゃんと装備して来られることをね、おすすめしますね。今さっきもね、バイク V ストロームの650かな、バイクで来られてる方も帰ってきましたけども、よくこの時期にね、バイクでキャンプして荷物が入りきるなと思うんですけどもね、毛布とか持ってきてないんでしょうかね。ちゃんとした寝袋だったら、そもそも寝袋だけで十分なんでしょうかね。チョキはもういっぱい遊んでね、今ね、グルーミングしてペロペロしてくつろいでますけども、車の中でね、いっぱい遊んでは食べて飲んで寝て、また食べて遊んで寝てっていうね、もう食う寝る遊ぶって昔昭和の時代にコマーシャルであったんですけどもね、ご存知の方いらっしゃいますかね。まさに井上陽水さんのね、食う寝る遊ぶをね、体現したかのような生活してますけども、チョキはね、今日も元気いっぱいね、この緑の中で走り回ってましたけどもね、今ね、ちょっといろいろ考え事してて、父親のね、ことを思い出したんですけど、まあ父親がね、今年2023年の8月4日に亡くなって、今日が11月の26日なんで、
3ヶ月と、まあ、4ヶ月弱経ちましたかね。ちょっと今いろいろね父親のことを思い出したりとかしてたんですけど、この旅のね出発した当初10月の時点ではね、もう思い出すと結構まだね悲しみが深いというかね、涙が出るほど悲しくなるようなそんな気分の時もね多々あったんですけど、今は結構ね思い出しても、まあ、時間が解決してくれるっていうのはね分かってはいたんですけども、それ以上にチョキとね出会ってからのチョキに癒されてる部分が結構大きいような気がするんですよね。まあ、今回のねこの旅自体がね、まあ、テーマが癒しの旅ということでね、まあ、視聴者さん見てくれてる方にねこの山の緑、キャンプ場のね自然いっぱいの景色をお届けして、こう癒しの気分をねお届けするっていうのももちろんなんですけども、それ以前にね僕自身がね癒されるっていう、それがまあ目的でもあったんですよね。まあ、僕自身がやっぱり楽しまないと見てる人もね見てて楽しくないと思うんでっていうことでね、自分が楽しむことを癒されることを一番に考えてたんですけど、まあ、なんかねやっぱチョキとねずっとね一緒に寝て、今日も朝起きてね一緒にゴロゴロしててねなでなでしてねすごく癒されてる、そんな気がしますね。昨日もねセカンドチャンネルでライブ配信なんかやったんですけども、ライブ配信をね見てくださった方も僕とチョキがね戯れてるのを見て癒されたっていうコメントをいただきましたけども、そんな感じでね、まあ、チョキをね動画上で見るだけでもね癒されるっていうところあると思うんですよね。猫とか動物をねなでなでするとねすごいなんかセロトニンだかなんだかっていうその幸せホルモンみたいなのが分泌されるらしくて、そのなでるっていう行為がね実際になでなくてもそういう猫とか犬とかのね可愛い動物のね映像、なでてる映像なんかを見るだけでもね、あの実験の結果幸せホルモン、セロトニンがね分泌されてるっていうちゃんとしたねデータがね出てるらしいんですよね。だから皆さんもね僕の動画でチョキがね登場してますますねこの緑、大自然のね癒し以上にねチョキが癒しをもたらしてくれると思うんですけどもね、僕自身がもうすごく癒されてるんでね、いい雰囲気ですねこの森の中、木漏れ日とね太陽の木漏れ日が木々の隙間からね、今岩国市の看板が出てましたね、山口県岩国市に入った模様ですね。さあちょっと休憩します。気持ちいいなお日様、お外気持ちいいなチョキ、頑張ったな。チョキあんま遠く行ったらあかんよ。さあコーヒーでも作って休憩します。チョキはちゃんとねいつも車からねそんなに離れないんでね、ちゃんと戻ってくるんで大丈夫なんです。さあ現在結構ね路面が荒れてるというか全然車があんまり通ってなさそうなね山道を走っております。すごいね下これ一応アスファルトなんですけどもね、落ち葉というか枯葉というかいろんなものが落ちてますね。うわすごいでかい岩がありますねこれ右手正面、これ何ですかこれ、うわこれ地震が来たら下に落っこちないんですかねこれね、なんでこんなところにこのでかい岩が、うわ怖っ、うわ怖え、これ下見たら怖いな。いやーこれね今すごい断崖絶壁のようなね急斜面なんですけどもね、うわー怖い怖い、よくこんなところにこんな道を作りましたよね。どうやって作ったんでしょうかね、こんな山の中に道を作るときってどういう手順で作るのかちょっと気になりますよね。これちょっと今映像で映ってないかもしれないですけど、ここねものすごいね80度ぐらいの傾斜のね急斜面になってるんですよ。この落ちたらもう、あでも木に引っかかるか車もとんでもない崖ですよこれ、怖い怖いですね。落石注意の看板がありましたけども、もう道路がね落ち葉でまっちゃっちゃになってますね。いやなかなかファンキーな道ですよこれ。
れ様でした。さあスーパーマックスバリュー到着です。ちょっとね買い物していきたいと思います。よしチョキお外出ようか。マックスバリュー再起点、広島県廿日市市ですね。もうね広島県に入ってたみたいですね。この辺りですね。チョキお外出るか、リード外そうな。はいどうぞ。チョキどうする、中で待ってる、お外行く、お外行く、あんま遠く行ったらあかんよチョキな。お水ここに置いとくからな。チョキ、お水置いとくからな。お水目印にな。よし。チョキ。どこ行った、チョキ。行くよ、チョキ。わあ、チョキ。ちゃんと帰ってきたな。偉いな、お前。え、寂しかったか。偉いな。えらいえらい、待ったな。あららららら、チョキほいでほいで。おーえらいな、うーえらいな、チョキえらいな、いい子いい子だなお前は。なあら割り込んじゃって、あらゴロンしましたね。あら行くか、そろそろ次のキャンプ場の方が楽しいぞチョキ。こんなとこより行こうぜ、そんなゴロンゴロンしてもキャンプ場の方が楽しいよチョキ。キャンプキャンプ行こう、キャンプキャンプな、チョキ。あらここ気に入ったの、こんなとこ面白くないよ。キャンプキャンプ行くよ、もう行こうキャンプ場。はいもう、はい、ご飯食べる。さあ現在地広島県廿日市市ですけれどもね、ちょっと滝を見に行こうと思ってたんですけどもね、もう時間的にもう夕方4時になるということでね、パスしまして、もうそのまんまね北東の方角のねキャンプ場の方に向かいたいと思います。よし行くかチョキ、キャンプキャンプ。さあキャンプ場到着まであと7分ですね。この川沿いのキャンプ場、無料のキャンプ場なんですけどもね、以前下見というかね行ったことがあるはずなんですよね。さあキャンプ場到着まであと1分、 500m ってなってますね。あの前回はねバイク旅の時に来たんでね、夏場であのこの川でね水遊びしてる家族連れなんかたくさんいたのをね覚えてますね。ここですね、やっぱりそうですね。あまりにもね人が多かったんでもう断念して別のところにね移動した記憶がありますけれども、右方向です。さあ到着しました、柳瀬キャンプ場ですね。お疲れ様でした。この左手のこれトイレなんですね。で正面あれ炊事場がありますね。あ今日は人が少ないな、人が少ないですよ。炊事場があってずっとねこの奥までキャンプ場が続いてるんですけど、そうですね今日日曜日で明日が月曜日ということなんで人が少ないですね。焚き火されてる方いますね。あバイクのカブでしょうかね。あカブとサイクリングの方もいますね。さあこのようなね川沿いのキャンプ場なんですけども、おっとエブリー、私と同じエブリーですけども車高を上げてるエブリーでしたね。かっこいいですね。路面はガタガタしてますけども、チョキ着いたよ、着きましたよ。あここにも炊事場がありますね。あ左手もテント張っております。さあどこにしましょうか、ここにするかチョキ。さあ到着しました、こちら広島県広島市ですね、柳瀬キャンプ場というところなんですけども、これちょっとね楽天モバイルの電波届いてませんね。これは計算外ですね、県外になっちゃってますね。現在この青丸の地点ですね。よし着いたぞチョキ、お待たせ。はい外そうな、はいこちゃんでしたね。はいどうぞ。
あんま遠く行ったらあかんよ。チョキ、本当甘えん坊さんですね。ああ、チョキ。チョキの大好きな木があるぞ。木登りしていいぞ。今日はここでキャンプするぞ。人がいっぱいいるな。怖い怖いな。人外なサイズ。チョキはあそこでね、ずっと置物のように座ってますね。チョキどうしたの？そこを気に入ったの？チョキ、周りをちゃんと見張ってくれてるんですか？チョキくん、チョキはちゃんとねニアルソックしてくれてるみたいですね。さあ、それでは晩ご飯の準備をしたいと思います。今日の晩ご飯はカツオのたたきと野菜です。チョキは今ご飯食べてますね。いや、今びっくりしました。チョキがねそこでねニャルソックしてるからね、なんかおかしいなと思った。チョキは木の上に登り始めて向こうを見てたんですけど、白い猫がね急にね襲いかかってきて、チョキをね、チョキは木の上に逃げていったんですけど、危なかったですね。チョキがやられるとこでした。チョキどこ行った？チョキどこ行った？そこに白い猫がいるんですよ。この白い猫、この白、大きい白い猫がね、右が赤でね、左が青になってますけども。チョキ、チョキあそこにいますね。もう逃げちゃってますね。チョキ、大丈夫よ。降りといで。この白い大きい猫に追いかけられたんですよ。申し訳ないですけどね、この白い猫は、大きいですね。てん！チョキ、大丈夫よ。降りといで。チョキ、追い払ったよ。もう大丈夫よ。おいでチョキ、もういないから。大丈夫よチョキ、もう停止したから。危なかった、びっくりした。白い猫本当にねチョキにもうすごい勢いで襲いかかったんでね、もうあそこ首が光ってるの分かりますかね。チョキ、降りといで。こういうこともあるから気をつけないといけませんね。チョキは勢い余って登ったはいいけど、ひょっとしたら降りれなくなってるのかな。チョキ、ゆっくり降りといでよ。ゆっくりな。下で構えてるからな。大丈夫よ、チョキ。降りといで。チョキ、降りといで。危ないな、チョキ。大丈夫よ、チョキ。降りといで。降りれないのかな。ゆっくり降りといで。ゆっくり。大丈夫よ。ゆっくり、ゆっくり。ゆっくり降りといで。ゆっくり降りといで。危ないな。危ないな。ゆっくり降りといで、ゆっくり。ゆっくり降りといで。ゆっくり、ゆっくりよ。ゆっくり。危ないよ。ゆっくり降りといで。ゆっくり。ゆっくり降りといで。ゆっくり、ゆっくり。ゆっくりな。ゆっくりおいで。ゆっくりおいで。よし、よし、キャッチした。危なかったな、チョキ。よし、よし、キャッチした。よし。危なかったな、怖かったな。危ねえ。チョキ落ちたよ、今。ナイスキャッチしましたね、僕。危なかったな、チョキ。もう、びっくりさせたらあかんよ。
危なかった、怖かったかい、時なあ、白い猫大きい中層熱おったな。だから俺のそばから離れたかんで。危なかったな、今落っこちるとこやったで。なあ、チョキ中入っとき、中に。危ないよ、またあの白い猫来るよ。怖い怖いよ。なあチョキ、木の上に逃げるんじゃなくて車の中に逃げないと。チョキ分かった？分かってないなあの白い猫がまた来るかもしれないね。ちょっと警戒しないとね。チョキが危ないですね。まあここはね、あの白い猫の縄張りなんでしょうね。なかなか白猫っていうのも珍しいですけどもね。本当だったらね、白猫とも遊んであげたいんですけども、ちょっとチョキは男の子で喧嘩してるんでね。でもチョキは普段はね、大きいやつ追いかけたりもしてるけど、今回ばかりはちょっと相手がでかすぎて木の上に逃げちゃいましたけどもね。まだ子供だから仕方ないですね。なあチョキ、怖かったな。俺のそばから離れたあかんで、チョキ。なあチョキ、やられるで。怖い怖いやで。中入り、中。危ない危ないよ。またチョキがね、なんか外に出ようとしたんですよね。おそらくさっきの猫なんですよ。ちょっと僕が、さっきの猫追い払っておかないと。チョキと喧嘩しちゃうんでね。チョキ出たあかんで。また木の上乗ったら、やられるで。ないですね。ないですね。大丈夫やチョキ、ほらほら大丈夫やで。またね、草むらから足音、さっきの猫でしょうかね。チョキがうーってなってます。ほら、あかんでチョキ、やられるで。チョキ、もう今日は閉めるで、ここ外出たあかん、危ない。またさっきの猫に喧嘩になるといけないんで、もう今日はもうチョキは外に出さないようにします。チョキ、今日はもう中でな、外出んとな。お家の中おろな、今日はもうあかんよ。今日はyou